コネクタとは、電線と電線、または電線と電気器具等を接続導通するための部品を指す。金属接点による接触部分を持つ。電線同士を接続し、一つの回路にするために用いられる部品、器具である。光コネクタは光ファイバケーブル接続し、高信号を伝えるための部品を指す。コネクタを用いると、 ももしししくは簡易易的な工具を用いてて容易に接続ででき合わせて切り離しも繰り離繰返し可能である左、BNC プラグ右、BNC レセプタクル下は、結合状態、BNCT 分岐、アダプタコネクタ形状により、以下に分類される。接続部が、凸になっている、もしくは新線が飛び出している側が、オスあるいは、ピンインサート等と呼ばれる。 一般に刺す側。逆に、O になっている側。新線が入る穴が開いている側が、メスあるいは、ソケットインサート等と呼ばれる。一般に刺される側。コネクタの型番に M、F の表記を用いて、オス、メスの区分を明示しているものがある。曲性とオスメスとの関係が、規格によって、しっかり定められている場合もあるが、 定まっていない場合がある。例えば、AC アダプタでしばしば用いられている外径5 5ト、mm、ル内径2 1ト、mm、ルの丸型コネクタは、数十年ほど前は、内側と外側のどちらをプラスとするかのルールがなく、曲線が逆のコネクタが混在していた。その結果、曲線が逆のコネクタを接続してしまい機器が故障してしまうこともあった。そこで、 曲線を統一しようという動きが生まれ、5.5mm、X2.1mm などの丸型コネクタに関しては、内側は、外側は、マイナスで、概ね統一された。だが、楽器用の AC アダプタについては、そうした、統一の動きが起きる以前に、内側がマイナスのものが普及していて、ほぼ統一状態であったため、 極性を統一する動きが起きた後も逆極性のものを使い続け製造し続けるという事態になった。そうした混乱や不便を教訓としてコネクタの規格を定めるときにはあらかじめ電極のの極性も定めることが多くなった。例えば近年 AC アダプタに用いられることが増えた EIAJ コネクタは内側がプラスで統一されている。 規格によって曲線まで定められているコネクタを曲線統一プラグという。プラグレセプタクル、プラグ、レセプタクルは原則的にはオス、メスとは別概念であり相互対応しない。RS-232C のコネクタ V35 コネクタ USB のコネクタタミヤコネクタ T 型に T コネクタ電源を供給するためのコネクタ、電子。 電気機器用としては以下のものがある。DC 電源用として EIAJ により規格化されたものは中心電極がプラス極、外周電極がマイナス極となっていて電圧区分で大きさを変えることでご接続ができない構造となっている。AC アダプタは機器の専用のものを使う必要があり破損等の理由で再購入する場合は 機器指定のものののもももをを購入すすするるる。こと、AC アダプタにより、高圧しただけの交流を接続するものも存在 BNC プラグコネクタ N プラグコネクタ左、TNC プラグ右、BNC プラグ F 型コネクタ F 型コネクタ APC1.85、コネクタ W1 コネクタ同軸ケーブルを接続するためのコネクタである。丸型16新プラグコネクタ達進ケーブルを 接続するためのコネクタである。日本では PA 現場で使われるマルチケーブル、機器の電源用、鉄道用に多用されている。主にフラットケーブルを接続するためのコネクタである。光ファイバーコードを接続するためのコネクタである。これらのコネクタ類を使用する場合、誤配線を防止したり、保守作業時安全に実施できるよう、 工夫が必要である。いかにその実例を述べる。ありがとうございます。